とはもうこういうお話してもらって大丈夫です。はい、こちらのカメラ、ケイ先生。はい。ありがとうございます。何いきますよ。なんだよ。おい。何猫騙してきたこと先生。さすがいっぱい人来てきてるね。皆さんこんにちは、染谷俊之です。21輪切りインタビュー、今回のゲストは北台隆さんです。よろしくお願いします。どうも、北台隆、座高100です。よろしくお願いします。座高100センチ。そうなの。100センチもあるんですか。なかなか3桁ある人いないでしょ。あんま見たことないですね。そうなのよね。今カメラの調整にすごい困ってらっしゃったんでね。あ、今あ、そうなんですね。 それだけそういうことなんですか。それだけで、ね、それどういうこと。俺181センチで100だから80。大変なことになっちゃうよね。あ、そうなのよ。そうですね。ねえ、スラッと長いからね。いやいやいや、そんなことないんですよ。スタイルもよろしくてね。いやいや、そんなことないです。はい、まあ、番長はね、このシリーズはもう第1弾、第2弾、第3弾と一緒にやってきたんですけれども、はい、はい、どうですかね、お互いの印象みたいなのじゃあこのシリーズの話しちゃっていきますか。お互いの？はい。なるほど、ね、でも、もう第2弾の打ち上げの時に、まだなんか何にも決まってないはずなのに、うん、打ち上げの時になんかひろきくんとかさ、はい、みんなでなんか乾杯とかしながら、はい、次どうなるんだろうねって、あ、まあ、次は多分染ちゃんが主役だろうなっていう話はしてた。ひろきくんとかと。そうそうなんですか、うん、いや全然知らなかった。だからもうよしてる決まった時に、はい、あ、やっぱり染ちゃん来たなと思ってなんか嬉しかった。あ、なんかそれ嬉しいっすね。初めて聞きました。そうそうね、結構昔から長いもんね、付き合いがね。長いっすね。何年ぐらいですか。もう7年ぐらい。え、あれ7年も前。7年です。僕は大学卒業の年だったんで、今年29だから7年です。あ、大学行ってたんだ。大学行って、いや、そこっすか。え、全然そこっすよ。大学行ってました。 あの年に卒業して。あ、そうなんや。で、僕が2回目の舞台の時とかに番長と出会って、うん、でも僕はその時アンサンブルだったんですよね。はあ、そうか、そうだった、アンサンブルだった。アンサンブルなんだけど、印象めっちゃ強かったけど、ね、ストーリーテラーみたいな感じじゃなかった。アンサンブルなのに一番セリフ量多くてマジで多かったよね。っていう、でも番長とかその時にすごい相談乗ってくれて、あ、そめちゃんいいよって言ってくれて、すごい安らぎました、心が。懐かしいね。懐かしいっすね。なんかだってあの時番長23とかですもんね。そうやな。うわぁ、俺も大きなるなぁ。それはもう雑魚100センチになりますね。雑魚もね、はい、あの頃から100だったよね。え、逆に印象は？いや、番長はすごいなと思うのが、だからこう自分の仕事をきっちりこなすところ、役目をきっちりこなすところすごいなと思って、なんか職人だなと思いますね。自分が出てるシーンをこうしっかり成立させようって、自分の役の役目っていうか、そういうのをきちっと成立させるのは僕職人だなって思って、うん、であとこうちょっと返す時とかも、うん、シーンごとにちょっと返す時とかも絶対全力でやるじゃないですか。いや、でもそれ染ちゃんもそうだよ。いや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 、すごいんすよ染ちゃん。いやいやいや、そんなことないですもんね。え、いや、その番長のそういうちょっとした返しで全力やる姿とか見て、あ、俺もちょっと引き締め直してやろうって気になるんで。いやいや、それ染ちゃんもそうだよ。座長であんだけ一番セリフ量も多くて、立ってもめちゃめちゃいっぱいあるのにね、あのジャスミンってこうたまにそそってジュジュって飲みながらスススって帰っていく、あの姿はね、みんなのモチベーション上がると思う。いやいや、すごい見てくれてるじゃないですか。ねえ、ジャスミンっていうちゃんとなんか下にティッシュ引いてさ、ジャスミンあの1リットルの置いてストロー、ね、ちゃんと舞台の方向に置く、向けて、はいはい、ね、まあ、マラソンランナーみたいな。ちょっと空きがあるとススッてチュチュって飲んでススッて帰っていく。いや、めっちゃ見てくれてるじゃないですか。恥ずかしい。あ、頑張れって思う。いや、なんかお互い相乗効果で高め合えていいですね。ね、でもなんかそういう稽古場だよね、なんかこのシリーズのみんなって、うん、そうですね、なんかこう劇団みたいな、わかる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 、ちょっとあったかい感じがあって、なんかホッとするもんね、なんか
うん、1年ぶりになんか帰ってきて、ほっとしますね、みたいな。なんかこう、みんなが温かくて愛があって、うん、作品を良くしようっていう一つの方向に向かっていく感じが、なんかこう、本当に劇団みたいな感じで、うん、そうよね、素敵ですよね。うん、まあ、今回、番長、熊高っていう役を演じるんですけど、あ、じゃあ熊高の役どころの説明お願いしてもいいですか。そうですね、熊高はあの、犬死人の少年なんですけれども、まあ、ひょんなことから義輝と出会い、まあ、それからもう一生をかけてこう義輝を追いかけ、まあ、義輝も熊高を意識しつつみたいな、ちょっと、まあ、ライバル関係ですよね、はい、な、そういった役どころ、まあ、凶暴な男っすね。そうですね、そう、すげえ凶暴で、なんか熊高っていうのがなんか凶暴っていうことのなんか比喩の表現みたいな。あ、そうなんですか。そうそうそう、うん、で、なんか凶暴な男で、やっぱまあ、まあ、俺とは正反対の凶暴ね、まあ、凶暴な部分がないんで、やっぱりまあ、実際の凶暴な部分ないですけどね確かに、そうね今の凶暴な部分がある人のボケだったよね。そうだからなんか、まあ、熊高とはちょっと性格は正反対かもしれないですけどね、うんうん、あの、なんか僕キャスティング聞いた時に熊高番長ってなった時に、うん、ぴったりだと思って。あ、ほんと。はい。で、やっぱこう、もう稽古1ヶ月経ってるじゃないですか、うんうん、で、1ヶ月経った中でやっぱこう、同じシーンとかもあるじゃないですか、うん、なんかこう、小説が具体化されたような熊高で。あ、ほんと。はい、なんか、僕の想像をはるかに超えてきてくれて。いや、でも俺、染ちゃんと絡めるの嬉しい、今回。あ、僕もです、はい。そう、第1弾と第2弾となんかそこまで絡みなかったじゃん。まあ、そうですね、同じ場に立ってることはありましたけど。そうそうそう、仲間に入れてくれっつってなんかスッと顔を呼んで、なんか、ね、向こう向くみたいな、なんかそういう絡みあったけど、はい、今回がっつり絡めるから、うん、それは嬉しいね、やっぱり。なんかこう、やっぱ染ちゃんを思いながら、で、染ちゃんがなんか座長として自分にプレッシャーを与えて頑張りますみたいなことを顔合わせで言ってて、はい、なんか座長としてのプレッシャーを自分に課して頑張っていくって言って、それを稽古場で体現してるから、俺もなんかライバルとして、なんか自分は自分の方向性で自分にプレッシャー与えて頑張りたいなと思って筋トレとかしてるその表現が筋トレまあ自分なりにいろいろ考えて、そう、なんか、まあ舞台の中でも稽古場の中でも自分がどういう役割したらいいのかなとか、なんかそんな真面目な話するのもあれなんだけど。いいっすよ、いいっすよギャップ萌えっていうのあるね。うん、そうそう、いいっすね。なんかだからこうライバルとしてお互い高め合えていけたらいいっすね。いやー、そうね、うん、はい、うん、じゃあ最後にちょっと、じゃあ意気込みの方をお願いいたします。早いね、はい、こんなスッと終わるんだね。なんかまだまだ喋りたいこといっぱいあるみたいな感じだけど、まあそうですね、たくさん話したいことはあるんですけれど2時間ぐらいになっちゃうね。そうだね、はい、はい、そう、さっきも言いましたけれども、ライバル関係として、まあ前編後編通して、僕はずっと染ちゃんのこと、義輝のことを追いかけていきますんで、ちょっとなんか、まあ、稽古場でも染ちゃんのことずっと目で見守りながら稽古場でも見守ってくれるんですかストーカーのようにいや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 、そうですね、いろんなも着替えてるところとかもずっと続いていって見ていこうかなと思ってます。前編をまずは大成功させて後編につなげていきたいなと思っております。皆さんぜひ楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、てかさ、これさ、はい、あの21人切りインタビューでしょ。はい、俺これ最後の20人目って言ってるんだけど。最後です。え、最後1人は誰なの。切腹みたいなこと、なんか。あ、21人目ってことですか僕が。そう、染谷です。切腹。いやいや、全く意味のない時間が21人目は 誰になるんですかね。いや、ちょっと僕も分かんないんですよね。あ、21人切りインタビューで、はい、あ、わかんないんだ。はい、ね、まあ、21人目は誰になるのか、はい、楽しみにしていただけたら。あ、いるのね。はい、楽しみに、俺も楽しみにしてます。 YouTube、 はい、YouTube で、そう、楽しみにしててください。はい、はい、ということで、21人切りインタビュー、今回のゲストは北大隆さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、21人切りインタビュー、番長をもって20人が終わりました。果たして21人目は誰になるんでしょうか。
それは置いときまして、北大隆打ち取ったり。